今日はですね、もうとにかくね、私お腹が減っております。まあ、無性にですねご飯が食べたいんですね。なぜかというと、ご飯を食べる前にお酒をね飲んでしまうとですね、胃にダメージがね来てしまいますのでね、っていうところでですね、今回ね、いいものをねご用意しました。こちらの絶品ご飯保存です。これね、炊いたご飯を入れてですね、冷凍したものを解凍するとですね、レンジでなんと炊きたてのうまさがですね蘇るっていうね、代物らしいんですよ。昨日ね、炊いて僕保存しといたので、今回はこれを使って超絶品のご飯のお供作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。それではですね、始めていきたいと思います。まあ、今回ね、この絶品ご飯保存でね、保存したご飯の最高のお供を作っていくんですけども、その前に最高のリュウジのお供を作っていきたいと思います。皆さん、最高のリュウジのお供チューハイができました。はい、ということでこれをいただきたいと思います。いただきます。リュウジに合う今度はご飯のお供を作っていきたいと思います。今回ね、作りますのは、まあ、サムネタイトルにもあったと思うんですけど、五右衛門明太。これね、何かというとですね、もうあの大泥棒みたいに米をも盗んじゃうよと、そんな意気込みの感じられる名前です。もうスーパーに売ってた明太子、これね1パック大体 80g ぐらいのものなんですけども、ちょっと今回はこれを使っていきます。こいつはですね、こうやって出していただいて、中の明太子を出してしまいます。まあもうこれね、割れてるんでね、こうやってスーッと包丁の背でねやっていただくと、もうねすっきれいにむけるんだよね、これね。で、これをすべて、はい、これで全部で終わりましたね。そしてですね、ここでリュウジポイント一つあります。はい、残ったこの皮で、この皮の部分で飲むのが僕一番好きなのね。うん、これがね、料理の醍醐味なんですよ。これは本来捨てるべきところで飲むっていうね。あー、テンション上がってきたな。これこいつを、まあ、適当な容器にですね、もう入れていきます。まずね、ごま油、これね小さじ1、はい、入れちゃいます。おろしにんにくですね、大体半かけ分。にんにくお好きな方はもうちょっと入れてもいいです。これはお好みでいいんですけども、辛さをちょっとね増すために一味唐辛子、これね小さじ半分ぐらい。辛いのが好きな方でいいです。はい、ごまですね、ごまが、まあ、これもう小さじ1、もうこれ入れちゃいましょう。これでね、はい、うまみ調味料2振りで、お塩なんですけども、この3本指で2つまみ、この状態でよく混ぜてあげてください。なんとね、これだけでね、めちゃめちゃうまいねご飯のお供になるんですよ。これニンニクがね、ちょっと固まるとね味に影響が出ますんで、よく混ぜていただいて、まあこれね、できましたんで、五右衛門明太の方はで、ここで本題ですよ。この絶品ご飯保存ね、これ昨日私保存しといたんですよ。こちらをですね、ここに蒸気弁っていうのがあるんですね。蒸気弁をこうやって開けていただく、電子レンジこのまま入れて600W、3分30秒。これでなんと炊きたての味をよみがえると、持っていきたいと思いますね。ちょっとね、いいですね。じゃあこれで五右衛門明太の完成でございます。じゃあちょっと開けてみましょう。あ、これすごい、これ持っても熱くないね、これね全然熱くない。お、うまそうに解凍できてますこれね。まあでも味ですよね、あとはね。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。あーですね、じゃあまずはですね、この、恵比寿さんの絶品ご飯保存、こちらでですね解凍しましたご飯をそのまま、まずはね、お、これ釜から出したやつめっちゃうまい。これでも冷凍ご飯にありがちな
なんかこうベシャッと感っていうのが全くないですこれね。すごいねふっくらいってます。であとこれねどこ食べてもね温まってないとかっていうのがなんてムラがないっていう。なるほどね。で取り出す時に全然熱くなかった。これいつも冷凍ご飯を僕ラップで巻くんですけども、取る時にやけどするんですよね。それがないのすごくいいなっていうふうに思いました。今回はエビさんの絶品ご飯保存ね、最初ちょっと疑ってたんですけども、確かにすげえいい商品だなっていうふうに思いました。なんですけどもこのままだとエビスさんの評価だけ上がっちゃしまうので、僕の五右衛門明太、こちらもですねこのめちゃめちゃ美味しいご飯でねちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うんうん、これねマジでうまいぞ。もともと明太子めちゃめちゃうまいんですけども、ここにごま油とニンニクとごまと唐辛子、あとうまみ調味料とお塩入ってるんですけども、これが加わることによってね非常にねあのパンチのある味に仕上がってますね。このね炊きたてのご飯と合いますよこれね。このコラボいいね。めちゃめちゃうまい飯とめちゃめちゃうまいご飯のお供、そしてリュウジのお供ね、これねガンガン飲めますよこれ。まあね、このままねちびちび召し上がっていただいても。分かった俺この五右衛門明太茶漬けにしよう。台本になかったけど絶対うまいから。大体ね大さじ1のね白だしお湯を入れてきてもらっていいですか。100のとこまで。でこのね白だしと熱湯を加えたつゆを入れます。で追い明太でここに刻み海苔といりごまですね。やっぱね、うまいご飯はね、茶漬けにするのが一番いい。いただきます。あ、最高だ。やっぱ米が立ってるから、茶漬けに合いますよ、これね。やっぱ日本人はご飯だよね。すべての居酒屋さんの締めに置いてほしい、これ。うん。あー、堪能した。こちらの、恵比寿さんの絶品ご飯保存。通常ラップでくるんで保存するとムラがあったりとかべしゃべしゃしちゃったりとか、そういうお悩みあると思うんですけども、こちらを使えばですねムラなく温まる、べしゃべしゃにならない、持った時にやけどしないんですね。こちらはですね非常におすすめしたいと思います。恵比寿さんの絶品ご飯保存ぜひ使ってみてください。ということでですね皆さん、今日のリュウジのバズレシさんのどうでしたですか。明日からもういや今日からもうやってみたいものばかりだったと思います。皆さんもねやってもらって、やっぱねどしどしこの応募していただきたい感想をね、なのでよろしくお願いします。